こんにちは、花成山さん。今回ね、ビジネスに命をかけるっていうキーワードでお話ししましたけども、これはブレインバスタープログラムの中にある、1日目のね、お昼の講義なんですよね。要するにこれに正解した人、もしくは正解を、導き出した人、もしくは正解じゃないんだけども、一定の納得感を得た人、もちろんね、私の言う通りだから正解ってわけじゃないですけどね、一定の納得感を得た人っていうのは昼食にありつけるというね、1日目のお昼前の練習問題でございました。ここで、二手に分かれるんですよ。大半の 90% 以上の方は、やっぱり自分の命をかけるかけないっていう、そういうふうな問題に注視するんですよね。で、いわゆる私の中の正解というのは、この、ブレインバスタープログラムの中での正解ですからね。これは決して、ブレインバスタープログラムに参加していない人を否定するものではありませんから、そこはね、ご容赦ください。命がけでビジネスをするっていうのは何かっていうと、自分じゃないんですよ。いわゆるお客様のことです。お客様はお金に困っている。それこそ今日明日食えるかどうか分かんない。お金が稼げるか稼げないかによっては、これからの寿命までサービス左右するというところで来てると思うんですよね。そういう意味で命がけでビジネスをするっていうのは、自分の命がどうこうじゃないんですよ。ユーザーさんですよね。お客様の命をちゃんと天秤にかけてるか、要するにお客さんの危険を私たちは危機にさらしながらビジネスをしてるんですよ。これ飲食店やってもそうですよね。飲食店経営者の方って、なんかね、お客様のトラブルで最大のものってのは、お客様が食中毒で死ぬってことなんですよ。でも経営者は死なないんですよ。食べさそうなんで。で、これと同じように、あらゆるビジネスが実はお客様の命を預かっているってことに気づかなければならないっていうことが、ブレインバスターボールの最初の1日目の試験だったんですけどね。だから 90% 以上の方は、いや俺命かけらんねえよとか、命かけますとかね、いろいろあるんですけども、これ全部不正解っていうふうにその時はさせていただきました。今が不正解ってわけじゃないですよ。今はいろんな考え方いいと思うんですけども、これによってね、あ、そっか、お客さんの命のことを微対一も考えてなかったなっていうふうに気づいていただければ、それに一定の納得感があれば、昼食、カレーどうぞみたいな感じなんですけどね。はい。で、やっぱりね、もう一つ意味があって、私たち経営者は身勝手ながら、いちいちビジネスで死んでしまったらダメなんですよ。なぜかというと、お客様のサポートしなくちゃいけないでしょ。私は速稼塾の支払いを30年にしてますけども、要するに30年後まで私は生き延びてますよっていう風な、これ意思表示なんですよ。30年後っていうと、私は80歳ぐらいですよ。80歳までお客様のサポートをすることを想定しながらビジネスをやっている、セールスをしている人って果たしてどのぐらいいるかなと思いますけども、もう本当にね、なんですかね、サポート期間が終わったら終わりとか、そこまでいかなくても1年2年はやるよとかね、そんな感じだと思うんですけどもね。私は30年、要するにもうこれから生涯ずっとだっていうことなんですよ。私の速稼塾は、塾に入ってくださった方は家族という概念があります。ですんでね、願わくば私がね、もし死んだ時にはみんなで葬儀に来てくれるぐらいの感覚で入塾していただいて、全ての塾生を弟子としてね、他でどんなに偉い身分の方であっても、速稼塾に入った以上は何の肩書きもない、ただ速稼塾の弟子であり、私が一人師匠であるという、で、中間管理職はないんですよ。鍋蓋型といって、私が教祖に君臨していた、あとは横一線で信者という形ですよね。はっきりと信者と申し上げますけども、そういうふうな形で速稼塾っていうのは、ある意味分け隔てなくどんな人も、同じスタートラインに立って、できればね、同じ思考にたどり着いて、たどり着いたところからまた分かれていくみたいなね、違う思考に至っていくっていうふうなね、周波をそのまま守っていただければ、免許改伝って感じですかね。私がね、やっぱり最初の1年間で、生み出した億万長者っていうのは、億万長者って言ったら言い過ぎですけどね、とりあえず月収100万とか年収1000万を超えた方っていうのは10名ぐらいいらっしゃいました。私が1年目なんで、私も新人だったんですけども、だけども私は自分が稼げなくてもね、弟子は稼がしてやりたいという思いでやってたんですよ。これもいわゆる命をかけるっていう意味ですよね。自分が稼ぐわけじゃなくて、弟子を稼がせるってことです。なぜなら私以上に弟子の方がお金には困ってるからなんですよ。だから自分一人が稼げてよかったねではなくて、なんでこの人は稼げないのかな、なんで行動できないのかな、なんで顔出しができないのかな、なんでセミナーができないのかな、なんで集客にものすごくね、苦労してるのかな、どうしてセールスに罪の意識を持ってるのかな、これを一つ一つ紐解いていって、あとは勇気を出すためにちょっと背中を叩いてあげる、そして私が一番行動するというね、背中を見せる意味でも、背中を叩きながら、背中を押しながら自分の背中を見せるというね、難しいでしょ。背中を見せながら背中を押すってことできますかね。その難しさに挑戦するということもありますよね。いずれにしましてもですね、命をかけるという今回のテーマっていうのはね、自分の命をかけるってことじゃないんですよ。
弟子の命、お客様の命、サポートしてくださってるメンバーさんの命を預かってるって意識があるかどうかってことなんですよ。私たちが下手なこうね、コーチをしたら、コンサルをしたら、せっかく信頼して来てくださった方の寿命に関わるんですよね。稼げないから借金返せなくて死にました、これはあるんですよ。いろんなところで行き詰まって、いろんなところで騙されて、最後にきっとね、花屋龍馬さんのところ、もしくは私のところに来てると思うんですよね。じゃあその人は一歩間違えたら死んでしまうかもしれないという命を預かっている職業、それがネットビジネス、いわゆるビジネスマンだと思うんですよね。全てはお客様の命を預かっている。私はまあお客様っていう言い方しませんけど、弟子という言い方しますけども、弟子の命、熟成の命を預かっているという意味でも、私はね、命をかけてやってると思います。そして同時に私は絶対に生き残る師匠の精神と言いますけどね、師匠の精神、死ぬに生きると書いて師匠です。まあ弟子、師匠の師匠じゃなくてね、まあそれもかけてるんですけども、何としても私はサポートのために生き残らなければならないという、そういうふうなね、強い義務感も持ってますので、ビジネスの一個一個に自分の命を失うほどのことはできません。ということで本日は以上でございます。いってらっしゃい。